皆さん、ヤッホー、リクチャンネルのリクです。今日は久しぶりにブルームの新作スクイーズを紹介していきたいと思います。イエイ。結構モーリーファンタジー限定の新作スクイーズがたくさん出たんで、久しぶりに紹介していきます。で、これはモーリーファンタジーじゃないですね。これは普通にお店とかで買えるハロウィンの限定牛乳ひたしパンミニです。そしてですよ、お箸もあるので、今回この大量の新作スクイーズとお箸を一気に皆さんに紹介していきたいと思います。今回全部でお箸も合わせて18個あります。で、種類がまずね、クリームパン6種類中4種類、そしてプリンセスアップルミニ6種類中4種類で、スイートアイスキャンディーの原宿ベア6種類中2種類、そしてちぎりパン6種類中2種類です。で、お箸も8種類6種類中2個です。どっちだっけ、忘れちゃった。で、これはね、牛乳ひたしパンミニはもう本当にシークレットとかもう何が出るか分かんないです。絵柄は一緒です。これが3つ、ハロウィン限定なんで本当に今買うしかないんで、気になる方はぜひもし行ってみてください。はい、じゃあまずはクリームパンから。これめっちゃね、私待ってたんですよ、ブルームで。またあのリアル系スクイーズ、ほらパンとかそういうの出るの待ってたんで、めっちゃ嬉しいです。クレーンゲームだよね、取れちゃうんで。じゃあ普通のノーマルから。かわいいね。はい、クリームパンか。はい、あ、すごい、超リアルじゃない、やば。でも触った感じめっちゃもっちもち。触ります。ふっ、めっちゃね、もっちもちで気持ちいい、やばい、超絶気持ちいいですこれ。で、香りもいいバターの匂いがし、香りがしますね。バターっていうよりなんかちょっとミルクっぽい、なんかすごい甘い香りがします。はい、じゃあ次はイチゴ。じゃーん、めっちゃ綺麗なピンク。やっぱ音もすごいですよ、聞いてて。ほら、最高。これ音フェチでやってほしい方はぜひコメント欄でよろしくお願いします。はい、で次がギャラクシー。さっきまでリアル系だったけど、色がもうすごい色になっちゃいましたね。綺麗だけど、わーお、ギャラクシーです。おー、なんかね、めっちゃ本当にもっちもちで弾力があって触り応えがあるね。めっちゃいい香り。で、クリームパンは最後。これ緑だからメロンかな、メロン。じゃん。あ、すんごいミントの香りする。めっちゃ綺麗です。で、裏も本当ね、デコボコ感とかすごいリアルです。はい、こんな感じです。じゃん、次はこれ、ちぎりパン。これが犬かな。あ、この尻尾猫だはい、犬だと思ってました。猫でしたね。かわいいね、これ黒と白の猫、目がブルーだ。で、すごいね、チョコのいい香りがする。ちぎりパンね、気持ちいいです。すごい弾力があって最高。はい、こんな感じで、次がじゃん、これも猫か。じゃあレインボーの尻尾で分かりますね。はい、猫でした。すんごい香りです。ラズベリーっぽい、あ、グレープ、グレープっぽいな、ラズベリーじゃない、グレープっぽい。肉球可愛いですね。はい、こんな感じでした。いいね。で、次がじゃん、私も大好きな原宿ベアのアイスキャンディ、スウィートアイスキャンディですね。じゃーん、あ、めっちゃイチゴだ、寝てる、可愛い。なんかさ、ここの縫い目が好きはい、こんな感じです。もっちもちで、もう一個が紫っぽいやつ。じゃーん、私の香りの予想、グレープ。お、グレープかな、多分わかんない。おー、気持ちいい、もっちもち、本当に。はい、こんな感じ。じゃん、プリンセスアップルミニ。私これの大きい方をめっちゃ取るのに苦戦して、1個だけ取れたんですよ、レインボー。だからミニめっちゃ嬉しいです。じゃーん、レインボー、まずすごいミニだけどね、可愛いです。あ、めっちゃアップルの匂い、気持ちいい。なんかね、これは触り応えがある感じ、なんか本当に中のスポンジが詰まってるって感じです。わかるかな、語彙力なくてごめんなさい。で、次がピンク。じゃーん、
気持ちいい。あ、リンゴが食べたくなっちゃいますね。で次が毒リンゴだ。毒リンゴ、じゃーん。わー、なんかめっちゃツヤツヤできる。はい、こんな感じ。毒で最後のリンゴがもうあれですね、リアル感がなくなってもう本当にすごい綺麗な感じになったギャラクシー。はい、こんな感じでした。めっちゃいいです。次はこのハロウィン牛乳ひたしパン開けてみましょう。私の狙いはレインボーかノーマルかいちごかチョコ、まあさっき言ったのが出れば何でもいいです。じゃん。お、待って、言ったそばからもう出たチョコ。やったね。じゃあまず全部出しちゃいますね。じゃん。お、ロズベリーだ。めっちゃ綺麗色。いちご狙ってたから似てるのが出てよかった。やっぱね、私この絵柄付きのでレインボー一回も出た時ないんで。レインボー、レインボー、レインボー、お願い。よし、じゃん。おおおおお、あー、コーヒーでした。ちょっと残念ですね。でもラズベリーとチョコも出たし、まあコーヒーも嬉しいです。で絵がついててあれですね、牛乳ひたしパンの色が違うだけなんで1個だけ開けます。じゃあチョコ開けよう。じゃん。あー、めっちゃチョコいい香り、可愛くない。ここにほらポムポムハムスターがいて、でこっちマシュマロベアですね。お化けになってます。どっちも可愛い。おー、気持ちいい。はい、こんな感じですね。めちゃくちゃ可愛いです。これハロウィン限定だから。でね、最後はね、スクイーズじゃないんで、じゃーん、お箸です。これもね、モーリーファンタジーで取れちゃうんで本当いいと思う。今回はマシュマロベアとロリポップをゲットしました。じゃーん、可愛い。見て、まずお箸がこんな感じのマシュマロベアがねいます。ここに可愛いね。でここにしまって、でじゃん、マシュマロベアの柄になってます。可愛いですね。本当にいっぱいマシュマロベアがいて本当超可愛い。はい、こんな感じです。じゃあ次がロリポップ。ロリポップはここにね、なんか色が黄色のお箸で、でここにねロリポップがいます。はい、めっちゃいいね。なんかこれね、こうやってじゃーん、絵柄はこんな感じで可愛いロリポップがいっぱいいます。はい、ということでね、今回はブルームの新作スクイーズをたくさん紹介したと思うんですけど、本当にめちゃくちゃ可愛くて気持ちいいのがいっぱいありますね。特にね、お箸がびっくりです。気になる方はモーリーファンタジーモッシュ行ってみてください。この動画も面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。おすすめの動画はこちら、 Twitter、Instagram 概要欄から私のグッズも見てみてください。りくちゃんでした。バイバーイ。